はいどうも、妖怪三国志国と領図今回もやっていきます。今回はね、ちょっと告知のような感じですかね。サムネにある感じのね、告知みたいな感じでみんなでやろうよっていう系の話をしたいと思います。これはねパネルミッションはあとちょいになりました。最後ねあれですね。で一応ねあとそうそう桜おろちねやっと落ちました。多分ね30回やって落ちたんで、私ね嫁ネタバレリーナがいるので30回だからなんか 1% だったら3倍ドロップで 3% 30回で90% ぐらいになるから、なんかドロップ率 1% かな、もっと悪いかな、という感じでやりましたね。ただこっちの方はね落ちないね、あんまり落ちない。あんま落ちないって回数、あ落ちた、落ちないって言ったら落ちた。でいつも今まではねこの辺にハイスコアって書いてあるところになんかボタンがあって、なんかドロップ状況みたいの見れたんですけど、それがね到達スコアはここまで来てるかな。400万は行きたいですね。ハイスコア、累計スコアはこんな感じ。可もなく不可もなくって感じ。で、雨ミキサーでちょうど10当たったかな。そして到達でね、あ、これ中あたりかな。で、到達で300だったんで、絆はね、1290まで行ったんでね、はい。どうしようかな、とつろうかな。あ、そうだ、とつった方がいいんだ。ガシャチケットもらえるんでね、とりあえず、はい、ちょっと、小成婚、衝突したいとこだけども、いいやっていう感じで、はい、やっと2突。2突すると、噴光もアップするんだね。22% になりましたね。はい、マックス30までいくんかな。という感じで、イザナミのね限界突破をなんとかね4-5まで行くとねフェスミアジャチケット2枚ずつもらえるんで、ちょっとこれはなんとしてもたどり着きたいな。最後は小成婚ぶっこんじゃってもいいかなと思うけどね。はい、で一応お知らせが来てて、ハイスコアチャレンジのところね、ここだね、ルールのところがあって、でイザナミがね今100落ちたけど20回ね落ちるんですけどね、極級で1人でね100がね、それのなんかジョロップ状況が確認できるみたいです。私今落ちたんで、これあと3回目だね。3回のうち2回動画で見せられたというか、ね、運がいいけど、はい。そして桜オロチはね超ごとつだったのが1回だけ落ちてね、あと4回になりましたっていう感じで、あ、これでなんかボーナス、ハイスコアのね、スコアの出し方みたいな、なんかコツみたいなのがですね。はい、という感じで、ハイスコアチャレンジ、まだあと3日、まあ実質4日が金曜日までね、あるんですけどっていう感じですね。はい、そして国取りではね、そう、1時間で5000もね、素材集めるぐらい、私でも本当強い方のところの、国取り初めてなんだね、所属してやんの。今まで自分の同盟でやってたから、すごいんだね。金貨ももうめっちゃ溜まって65万まで来ましたね。はい。こっちの国取りの方がなんとなくね、稼げる感じがしますね。これは小成婚とか、まあ、この辺の小成のアイテムに使いたいなと思っております。小成婚もね、あるんでね。はい、すごいね。もう、施設レベル。ちょっとこれたまたま低いところですけども、施設レベルもめっちゃ上がってるんですよ。本当にすごい。一回、強い同盟行くのが面白いかもしれないですね。本当にすごい。金貨もね、チューアップ使ったら今1100ぐらいあった。もう、一回でね、もらえるんで。楽しく稼いでおります。さてね、サムネにあったと思うんですが、
今ね、特にお知らせにはここに来てないんだけど、ツイッターの方をね、覗くとキャンペーンをやっておりますので、ぜひキャンペーンをやりましょう。ツイッターじゃねえや。サムネで入れてんのはプロポーズ受付中ということで、妖怪三国志愛を叫ぼうということで、うん。ここには特に乗っかってないんだが、なんかね、シャープ、詳しくはね、ツイッター見てほしいんだけど、シャープ Y さん天下統一プロポーズをハッシュタグにして投稿するとね、投稿数によって報酬がもらえるってのを今、やってます。で、100投稿でスタミナムが各10個、体力記録、すごいよね。250で1つ選べるジューンブライド宝箱。なんかこれは、今回の小生ジューンブライド妖怪の小生コンがもらえるらしいんだけど、それでいくと、それが250投稿でもらえると。で、500投稿あると、小生選べるコイン感謝がもらえるということで、ちょっと私ね、ハッシュタグ、カウントする仕方、なんかインスタやってる人はそのハッシュタグでカウント調べられるみたいなんですが、なんかそのね、やつがあるみたいなので、ぜひね、妖怪三国志のいいところをね、好きなところをさっき言いました、シャープ Y3 天下統一プロポーズをつけてツイートしてね、ちょっとぜひ私もちょっと後でやりたい。好きなところ？なんだろうね、好きなところ。みんなでワイワイガヤガヤ。今回の国取りと思ったけど、やっぱみんなでガイガイ、ワイワイガイガイやれるところもいいですかね。あと、コツコツ、楽しめるところですかね。はい。という感じで。今キャンペーンやってるみたいなんで、ぜひね、妖怪三国志のツイッターをご確認ください。あとね、もう一個は、今回の小生、これだ、イザナミとウェディング吹雪姫のどっちかを強化してくれる、なんか花嫁キャンペーンみたいのもやってて、これはね、確かね、あとリツイート、対象のリツイートをすると、これもまた小生ブライダル妖怪セットっていうのがなんか3名にもらえるらしいんだけど、うん、どっちか強化したいってやつを応募してねってやつで、今ね、ウェディング吹雪姫が勝ってんだけど、なんかこれのアイテムドロップ 50% か、アイテムドロップなんてどこにもないな。あ、じゃあ追加されるんだ。なんかアイテムドロップ 50% のやつを追加してくれるらしい。そしてあとは、イザナミは命中率アップ 30% を加えてくれるらしいね。私的にはね、まあ、ウェディング吹雪姫の方がとつってるから、ウェディング吹雪姫を鍛えてほしいけど、アイテムドロップ 50% は いるかいらないかって言ったら、そんなにいらないかなっていう感じもあるけど、まあ、最近始めた人がね、いたとしたら、まあ、アイテムゴールドロップアップ50、妖怪ね、1体いるというので、まあ、どっちもいいかなって感じかな。はい。なんで、これの投票がやってました。今、1086票入ってて、ウェディング吹雪姫優勢。そしてね、もう一個は、私持ってないけどね、ブライダルなんだっけ。ブライダルお松と、ウェディング百鬼姫のどっちか強化ってやつで、勲功アップ 35%、今 0%、25% だけど 35% つくか、なんだっけ、百鬼姫の方は、必殺技の効果値をマイナス6&効果時間20に強化するってことで、なんとなくこれは、どうなんでしょう、吹雪姫より、百鬼姫よりね、ブライダル、お松の方がね、課金妖怪だけど、持ってる方多いので、あ、必殺技か。これが、必殺今、まあ、マイナス4の15になってるか、これがマイナス6の20になるということで、かなり強化されるんだね、効果時間。で、これはね、どっちが勝ってんだろう。私、お松に投票してあげるか。60% でお松が勝ってますね。だから、これはこのままで良さそうな気がするんですが、まあ、今ね、ちょっとそんな感じの、ツイッターキャンペーンがやってますんで、ぜひね、妖怪三国志のツイッターをぜひご確認ください。感謝、
あ、ブライダル、ブライダルセットってこれかな、これかな、いや、これお松だよね。これがお松なんだけど、多分これが、今回の小生、妖怪、吹雪姫、あの百鬼姫、お松、イザナミの小生子が手に入るかもしれないということで、いいんじゃないでしょうかって感じで、ブライダルパック、あ、これか。これなのかな、ブライダルパック。あ、でもちょっと違うな。はい。まぁ、ちょっと詳しくはツイッターをご覧ください。で、あとね、ほんとさっきも言ったけど、500リツイート、500投稿か。リツイートじゃなくて、結構投稿ってね、ちゃんと書かなきゃいけないから結構ハードル高いと思うんだけど、小生ラベルコイン感謝もらえるんで、ちょっと私欲しいね、これ。まあ、最近はね、絆でゲットできるとはいえ、やっぱり超突できたりするんで、私、主天童子ね、超十突したいんで、はい。ぜひね、これをね、これ残してるのはね、妖怪見やすいからなんですよ、ステータスで。これ、でもどの妖怪もこう簡単にピロッと、まあ、大辞典見ればいいんだけど、なんかこう見やすい機能欲しいよな。でもマックスのね、強さが見れるから、すごい気に入ってんだけどね。はい、という感じで、感謝選べるコインも当たるかもしれないんで、あ、もらえる。500投稿をね、達成してればもらえるので、ぜひね、もう気軽に Y3 展開値、シャープ Y3 展開統一プロポーズということでね、別にプロポーズしなくても、妖怪三国志の好きなところをね、言って、言うだけでいい。仲間がたくさんいて面白いとか、そんなのもね、じゃないかなと思うので、楽しいからとか一言でもいいと思うので、ぜひね、投稿して感謝コインもらいましょう。はい、じゃあ今回こんな感じにしましょうかね。ハイスコアチャレンジなんか長えな。できたら本当妖怪大遠征でもなんか来てほしいなっていう感じがしますけど、どうなんでしょうね。はい、で次のイベントは大体ハイスコアチャレンジの次は共闘ではないね、今回はね。スゴロクなのかな。うん。なんか大体ハイスコアチャレンジの後は、討伐戦というあれもありますが、最近ランクアップ、討伐、スゴロク、共闘ってあるから、スコアターですかね、次は。はい、そんな感じしますか。ちょっと私はかなり慣れてますが、ランクアップ。できたなぁ、どうしよう。落ちないんだよね。百鬼姫じゃなくて、イザナミもね。ちょっとガシャチケット欲しいので、イザナミの集会も頑張りたいが、桜落ちできたらね、もう一個落としたいんだよね。でも30回やんのめんどくせえな。という感じで、はい。ちょっと迷っております。はい。じゃあすいません。今回こんな感じでした。皆さん、ツイッターご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。それではね、いや落ちたんだよね。またお会いしましょう。さよなら、バイバイ。よかった、一回落ちてくれて嬉しい。